こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、アイです。いくつかのメーカーで少し価格設定を下げたプレイナードライバー搭載モデルを投入してきていて、プレイナードライバーというワードが今年結構認知されていくのではないでしょうか。今後、よりバリエーションが増えていきそうですね。で、今回は T-Hi-Fi P1 Max、通称ジャイアントパンダを見ていきます。ジャイアントパンダ？いえいえ、それ普通のパンダですよ。ビッグパンダって書いてありますけど。ああ、ごめんごめん、通称ビッグパンダでした。あはは、パンダとかキリンとか、プレイナードライバー搭載モデルは動物ネタ多いな。そうですね。特徴に関しては以前の動画の復習になりますが、プレイナードライバーの良い点は広い周波数帯域で低ひずみ、強盗速度の速さと音質面では非常に有利で、構造的には理想的なドライバーなんて言われているようですが、安価に仕上がるダイナミックドライバーに比べ構造が複雑、あまり小さくできない、コストがかかる、能率が低く鳴らしにくいなんてことが言われてます。そしてティンハイハイはプレイナードライバー搭載モデルを何本もリリースしているようですが、ティンハイハイには T シリーズと P シリーズがあって、上位モデルとなる P シリーズの T2、T2 プラス、T1、T1 プラス、そして T1 マックスということになるかな。そんなにあったんですか？あったんだね。高いモデルは買うつもりがなくて、見えてても頭に入ってなかっただけなんだけどね。それって欲しくならないように予防線張ってたってことですね。愛もよくありますよ、見えないことにしておこうってね。あはは、今回は見えちゃったけどね。じゃあまず気になる価格から。あちこち見てみたけど、だいたい2万から2万5千円ぐらいで販売してたね。相変わらず愛にとってはお高いです。だね、私にとってもお高いです。鳴らしづらさという点はあまり感じないけど、比較してみると先日レビューしたシュア S12 と同じぐらいで、結構ボリューム上げてたわ。サイズ、重さはこんな感じです。ボディが樹脂製だから軽いですけど、見た目がちょっと大きく感じます。T1 Max の名前、ここから来てるんですかね。T1 Max は多分、プレイナードライバーの大きさが P シリーズの中で一番口径が大きいからじゃないかな。口径が大きいことと音質がいいかどうかは好みもあるので、なんとも言えないけどね。先入観かもしれないけど、ボディは金属製の方がなんか安心するんだけど。T シリーズの中で T1 Max だけ樹脂製なんだよね。金属ボディの T1 Max があったとして、それと比較しないとどんな風に音質に影響あるかはわからないよね。ただ、樹脂製のアドバンテージは軽いということで、これも結構大事。その軽さは装着感に生かされてるかな。生かされてますよ。ちょっと大きめに感じますけど許容範囲です。遮音性はいいんじゃないでしょうか。下の方の丸みがビッグパンダを連想させたりして、ここって結構削られてるデザインが多いけど、そうじゃないのは 14.2mm のプレイナードライバー搭載だからかな。付属ケーブルは高純度単結晶銅108コア構成、スムーズで温かみのある音声信号を連想しますということなので、後ほど別モデルに装着して聞いてみた結果もお伝えします。では音質比較動画に行きましょう。比較モデルにはティンハイファイ T5 とレッドショア S12 を選びました。ドックドライバー搭載の T5 は鋭い広域と広いサウンドステージが特徴で、低域は比較的抑えめです。収録音だと広域ばかりが目立つ感じですが、実機での空間表現はとても心地よいです。 S12 は P1 Max よりさらに口径の大きい 14.8mm のプレイナードライバー搭載モデルです。先日レビュー動画をアップしているので、興味のある方はそちらをご覧ください。ではどうぞ、音量上がります。
ではまず3モデルの比較波形です。今回の比較は波形の違いの割に B1MAX と S12 の収録音が似た感じになっていたように思います。違いのはっきり分かる部分は曲によってかなり左右されるのと、 B1MAX の収録音の再現度を優先している影響もあります。収録音だから空間表現がうまく拾えてないのと、実機で聞いていただくわけではないから基本的にはクオリティの特性の違いぐらいしかわからないかもしれないけど、 B1MAX は箱出し最初の試聴の時からなんかすっきりしない質感だなって思っていて、波形を見てなるほどって思った。 100Hz から 2kHz の出方が他2本と比べてあまり減衰していないというのが大きな特徴に見えた。レッドシュは S12 のようなキレとかスピード感を感じないウォームな感じなんだよね。そうですね、トレイナードライバーはみんなキレキレな音なのかと思ってたんですけど、違いますね。それプラス 8kHz 付近はあまり強くは出ていないし、 10kHz 付近では大きい減衰が見られるので、今一つスッキリしない質感という印象が強すぎ、音の分離も曖昧だし、サウンドステージは S12 に比べて少し横に広い感じはするけど、だからといって広い空間を感じられるかというとそうでもない。回りくどい言い方をしてもしょうがないのではっきり言っちゃうけど、この段階では S12 の方が全然印象はいいね。この曖昧な質感ってやっぱり中低域から中高域にかけての減衰具合なんですか？そうだと思ってこんな風に EQ で補正して聞いてみたんだけど、やっぱりそのようだね。ピンクの EQ オンの波形で聞いた方がスッキリする部分が多かったよ。じゃあどの曲でも補正した方がいいかというとそうでもなくて、音数が少ない曲、例えばジャズトリオの演奏なんかだと補正しない波形で聞いた方が豊かな感じで、ピアノの響きもゴージャスな感じで良かったりするので、音数が多くテンポの速い曲なら補正したい、音数が少なくゆったりした曲では補正したくないというような結論だったね。なかなか難しいですね。かなりマニアックな話に聞こえるんですけど。いやいや、そんなことないよ。これは聞けば誰でもわかる違いだから。ちょっと話戻って、3モデルの比較になんで T5 出してきたのよって思った人もいるかもしれないけど、 T5 をあえて選んだのはダイナミックドライバーとプレイナードライバーを単に聞き比べてみたかっただけ。 P1MAX とは正反対な性格で、低域控えめで高域重視型、サウンドステージの広さは最初の主張で、あ、これすごいななんて思ったんでね。バランスが高域寄りだからドラムのタム回しとかリズムのどっしりした感じはどうしても軽くなっちゃうけど、高域系が好きな人にはおすすめできるモデル。レッドシュは S10 には先日動画を上げているので詳細説明はそちらを見ていただくとして、ちょっとケーブルを付け替えて聞き比べてみたら印象が変化したので次はその話を。これは P1MAX に別の3つのケーブルを装着して波形測定してみたのね。比較波形だと測定誤差の範囲と捉えても問題ないほど違いは見られないんだけど、実際聞いてみるとこうだった。 S10 に付属ケーブルだと分離感が良くなりパンチが出た感じになった。 S12 のキレとパンチのある音はこのケーブルの貢献度が高いのかも。T5 付属ケーブルだとちょっと線が細くなったように感じる代わりに高域が抜けてきたんじゃないかって思った。ドリポインジェリーだとちょっと平面的になった気がしたけど、 T5 付属ケーブルよりさらに高域がしっかり出ている印象で、結論は S12 付属ケーブルで聞くのが一番印象がいい方に変化した。 P1MAX 付属のケーブルはちょっと丸みがかって低域寄りに聞こえるな。逆に S12 に P1MAX 付属ケーブルを装着して聞いてみて思ったのは、 S12 のキレがちょっともやったかなーって。チューニングの違いがあるのでケーブル変えたぐらいじゃ根本的には変わんないでしょって声が聞こえてきそうだけど、案外そうでもなかったので、 P1MAX の質感に満足できない場合は EQ 補正かケーブルの変更をおすすめします。個人的には補正もしないケーブルも変えない状態だと P1MAX より S12 の方が好み。 S12 付属ケーブルに変更した P1MAX は S12 のいいところを分けてもらって分離感とパンチ力が上がったように感じたから、 S12 の付属ケーブルは結構ポイント高いんだなと。 P1MAX の良さは中低域から中域を極力削らないところにあると思うので、小編成の曲をゆったり聞きたいニーズに合うんじゃないかな。同じプレイナードライバー搭載モデルでも S12 とは違う傾向のモデルを聞くことができてよかったよ。ビッグパンダちゃん、 S12 より価格が高めということもあって愛にはちょっと手が出ないけど、いいモデルなんですね。そうだね、ケーブル変えて好みの質感になってくれたのも収穫だった。今回は聞き比べの時間とか公表はしていないけど、いろいろ測定した結果を見たりしていて、仕上げにすごく時間のかかるレビューになってしまいましたが、 P1MAX をどう扱えばいいのか結構把握できたので、個人的には有意義な時間だったということで、ティンハイファイ P1MAX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。